はい、どうも、こんにちは。今回ですけども、全日本大学女子駅で森の都を振り返り1位から5位ということで、まあ、森の都仙台で行われましたけれども、終わりまして、名城大学がですね、7連覇ということでした。まあ、今回ですね、1位から5位のね、大学振り返っていこうかなと思いまして、まあ、大学別にね、区間順位とか順位変動のところを見ていこうかなというふうに思っています。 まず全体の順位としては、名城が1位で、2位大東文化で、立命館大学3位ということで、ここはね、あの、タイム差は、タイムはね、ないんですけども、着差ありということでした。4位が城西大学が頑張れましたね。で、5位が日本大学ということで、5位まで振り返っていこうかなというふうに思います。まず1位からですね、米沢選手がですね、1区ですね、まあ、立命館大学の村松智選手のですね、 あの、ひっぱ、えっと、戦闘を最初からね、引っ張っていく積極的な走りですね。に、しっかりね、後ろについていって、で、中盤以降はですね、まあ、振り落とされる選手がたくさんいる中でも、しっかりですね、最後まで残り切ったということで、最後ね、少し、まあ、やっぱ、気が明けだったりとかして、本調子にはなかったので、区間2位ということではありましたけれども、いや、ここでですね、まあ、しっかり後ろをね、 話せたというところ。ま、戦闘ともね、本当に数秒差というところに収めた。こう、これがもうね、ま、あ結構良かったというか、まあ、個人的にはやっぱヨネザーさん MVP なんじゃないかなとて思ってますよね。はい。ま、ほんと結果、えー、っとですね、結果、直近のところですね、なかなか出走がね、なくてですね、ま、あ6月以降ですかね、全然走れてなくて、まあ、大体コツもですね、結構、 なかなかこう、怪我があって苦しかったとは思うんですけれども、まあそれでいきなりね、復帰戦というところで、1区2位ね、大役をしっかりですね、プレッシャーある中、務めたというところがほんと素晴らしかったかなと思いますよね。やっぱ前の方でね、進める、まあ序盤流れ作るっていうのが駅での鉄則ですので、まあ力丸選手ですね、まあ初出場1年生にね、いい形で繋げたんじゃないかなということで、 はい。ほんと素晴らしかったなと思いますね。まあ、区間賞ではないんですけれども、やっぱりね、まあ、こう世代トップというか、まあ、大学の中ではトップクラスの実力を誇るね、米沢さんの活躍というのがね、まあ、かなり良かったんじゃないかなと思ってます。で、2区ですね、学区間2位ということで、木村選手ですね。まあ、一時期先頭にね、出ました。えっ、ー、と、先頭行く立命科大学をね、抜いて先頭に出ました。けれども、最後ね、ちょっと抜かれてしまいましたが、 ここでもですね、初駅でながらね、ニック2位ということで、まあ、テレビ実況でもありましたけど、まあインターハイとかは出れてない選手ね、まあ、レベルがね、高い地区の東北地区出身なのでね、まあ、仕方ない部分もありますけれども、 まあ、初めての意見でね、しっかり2位ということで、12分台でね、まとめてきました。そして、石松さんですね、ここでトップに踊り出まして、三角鑑賞ということで、まあ、今年ですね、まあ、キャプテン、増渕選手がね、怪我で苦しむ中、しっかりチームを引っ張ってきて、ということで、ここで先頭に出て、まあ、しっかり練習詰めて、まあ、試合もコンスタントに出場していたので、 そこはね、安心して任せられる選手だったんじゃないかなというところでトップに踊り出ました。まあ去年よりもね、一段階ね、やっぱね、パワーアップ、チームをしっかり見ているっていうことでパワーアップしてきたんじゃないかなということで入ってきました。3区、1位。そして4区ですね、ちょっと後ろと詰められてしまいましたが、やぶ谷さんですね、4区。 4区も1位通過ということで、4区間4位ということになっておりました。まあ、16分9をね、持っている選手なので、今後ね、期待なのかなと思いますよね。まあ、後ろのね、あのと、追い上げというところはありましたけれども、しっかりね、プレッシャーの中、1位を守りきるというところですね。ここで詰められちゃうとかなりね、5区の原田さんにね、負担かかるというところでしたが、なんとかね、 まあ、あの、差をね、最小限にとどめて、5区につなげてくれました。5区、原田さんですね、前半結構はですね、突っ込んでいる感じでありましたし、まあ、中盤以降もね、苦しそうな感じでしたけれども、やっぱね、長い勢いですよね。ハーフマラソンとか、距離が長くな,るかもな,なればなるほど、まあ、強い原田さんということで、まあ、苦しそうなところをね、いつもあったりもね、する、ね、レースの様子ではあるんですけれども、しっかり先頭をね、まあ、粘って粘ってと、 いうことでしたね。まあ、監督さんはね、ここで負けてもいいという話をしてましたけれども、まあ、原田さんもですね、まあ、日本委員会、あの、去年ですね、2位に入っていたりとか、やっぱ長い距離強い選手ですので、まあ、意地でね、しっかりセンター守り切ってということで、 まあ、序盤ね、ちょっと突っ込んだところはありましたが、やっぱ長い距離がね、得意な選手ということで、素晴らしくね、フィニッシュしてくれました。まあ、4位ではあるんですけども、30分18ということで、ね、初駅伝立派にこなしたのかな、手ううに思います。そして、谷本さんですね、区間賞ということで、唯一24分台ということで、やっぱ強かったですね。ここもね、やっぱ後ろとね、10秒、15秒差か、ぐらいで、ほんとラスト勝負になるのをね、監督が見越して、まあ、勝負強いというか、 まあ、駅伝でも全く外さないトラックでもね、オールマイティにこなせて、まあ、安定感のある谷本選手を置いてきたということですよね。本当に短い距離から3勝から、まあ、ハーフマラソンの距離までね、きちっとこなせる選手ですので、やっぱ作戦勝ちというか、あの、後ろから追われても大丈夫なね、谷本さんを安価に置けたというところ、素晴らしかったのかなというふうに思います。 ま、ほんと戦闘ですね、本当にリラックスした表情でというか、フォームもね、非常にあの安定して走ってて、唯一24分台ということでですね、ま、区間に20秒差をつけているということなので、さすがかなというふうに思いましたね。まあ、今回ですね、ま、キャプテン、松渕選手だったりとか、ま、なぎらさんとかね、15分台の選手がね、出ていないという状況ながらね、ま、7連覇をしたということなので、いや、来年、そしてその次もですね、 硬いんじゃないかなというか、やっぱり下級生がね、序盤の区間中心でね、5区までね、2年生、1年生で来ていたので、まあ、こういったね、層の厚さというところを見せつけて、まあ、8連覇、9連覇、そして10連覇というところまで目指していけるんじゃないかなというところではありましたね。はい。では、2位をね、振り返っていこうと思います。大東文化大学ですね。大東文化。大東文化大学、序盤ですね。 吉井選手がですね、1区9位ということで、先頭と38秒というところでした。まあ、村松智さんがですね、結構やっぱいいペースでね、押していっていたので、まだね、経験が浅いというか、まあ、持ちタイム的にもちょっとね、やっぱね、智さんのペースにはつけないような感じではあったので、ちょっとここはですね、まあ、序盤からね、リードを奪いたいと考えていた、名城とか、立命館とか、そこのところでうまくね、はまらなかったのかなというところではありましたが、まあ、ルーキーのね、まあ、3000メートル障害が強いね、平尾さんがです、ね しっかりここで追い上げて流れを途絶えさせずにです、ね、9位から6位まで追い上げてくれました、まあ、あの短い,距離では短い、ね、区間ではあったんですけどもやっぱここで、ね、流れを、ね、途絶えさせなかったというところがまず良、ね、かったんじゃないかなと、まあ、1年生、ね、2人1区1区と並べるというところなかなか、ねまあ、勇気がいったというか特にです、ね、1区に関しては大事ですし、まあ、強い選手が来るという前提だったと思うので、まあ、大変だったと思うんですけどもしっかりここで、ね、6位まで来たということでしたで3区ですね よそもとさんですね、唯一3年生でね、区間エントリーしてきましたけれども、ここでちょっとね、追い上げきれずというところでしたね、まあ。関東女子駅伝ではですね、6区区間賞だったりとか、まあ、去年はですね、3区3位ということだったので、まあ、きっちりですね、実力が発揮できていれば、ここでね、もうちょっと順位をね、上げていって、うまくですね、後ろのね、3人に、ね、あの、つなげてたのかなというふうに思います。 はいここがですねちょっとありますよね。ここのね、四つ本さんね、ねちょっと悔しいレースだったと思うので、ぜひね、来年度まだありますから、ここでリベンジ、ね、してほしいなというふうに思っております。野田さんあれです、ね、5位ですすねね位か はい。で、ツタノさんがですね、ここで、はい、来ました。やっぱりルーキーですね、積極的に前を追っていきまして、7位から4位に上げていきました。やっぱりですね、あのー、ツタノさんとか、その、ぬわさんもそうですけど、やっぱ安定感があって、しかもね、積極的に攻めていけるっていうところが、まあ、ここ後半の区間配置はね、ぴったりだったんじゃないかな、ということで、4区3位、15分台で走ってきましたね。まあ、あのー、 5区にですね、ワンジル選手が待ち受けてるとはいえ、そうは言ってもね、あんまり差がついてしまうとっていう状況ではあったんですけど、ここでですね、なんとかぐっとね、ちょっといけないま押し上げてくれて、そしてワンジル選手ですね、が、えっと、5区区間賞ということで、まあ、1分近く差をつ詰めてですね、15秒差までね、 あの、押し上げてきました。まあ、最初の1キロがね、3分ということだったので、かなりね、突っ込んでいましたね。やっぱちょっとまだ駅伝の経験がなくて、うまくね、ペースのコントロールができてなくて、3分で入って、その後3分17秒とかだったので、かなりね、あの、ムラがあったというか、ペースに凸凹ココがあったというところなので、ここをもうちょっとね、やっぱ駅伝に。 しっかり適応していければ、まあ、28分台とかも狙える、ね、ような、ね、レースだったんじゃないかなと思いますし、まあ、まだ1年生ね、これからというとこなので、あの来年以降はまた楽しみになってくるかなと思いますね。はい。で、ここで、ね、15秒というところで本当にね、競り合いに持ち込めるようなタイムにね、押し上げてきましたが、ちょっとやっぱアンカーがね、あの、名城大学谷本さんだったので、まあ、本当であればやっぱね、追いつきたかったというか、きちっとですね、あの、ま、ぴったり同じか、まあ、 10秒ぐらいね、差をね、つけて、渡したかったな、というところであったと思うんですけども、とはいえね、まあ初めての駅伝で、ね、あの、9.2km という、ね、長い距離、きちっとね、仕事をしてくれたんじゃないかなと思います。そして野田さんですね、やっぱ野田さんはね、やっぱガンガン攻めていけるというか、まあ後ろからね、あの、追いつかれてしまいましたけれども、しっかりそこでね、あの、小林さんですね、立命館大学の小林さんにね、しっかりついていって、ラスト勝負にね、持ち込んで、最後競り勝つというところでしたね。 まあ、野田さん、今期はね、本当に1年生だから、本当に大東文化大学を引っ張ってきたね、選手だと思いますし、まあ、日本委員会でもね、上位入ってきていて、今回はですね、まあ、谷本さんがね、あの、区間賞というか、個人のタイムとしては唯一24分台でね、圧倒していましたので、ぜひね、まあ、来年度はね、こういったこう区間賞を取れるような選手になっていってほしいなというふうに思いますが、まあ、1年生がね、5人という状況で、まあ、あの、 序盤ね、少し出遅れるところもありながら、きっちり2番に入ってきたというところはやっぱ力がね、あった証拠なのかなと思いますので、ぜひ、ね、来年度ね、まあ、明治大学もね、強いですけども、大統文化もまだね、3年生以下全員という、全員3年生以下という状況なので、またね、明治 vs 大統というところになってくるんじゃないかなというふうに思います。では続いて、立命館大学を見ていこうと思います。 立命館大学はですね。まあ、1区2区序盤良かったですね。村松智さんがですね、本当に終始引っ張ってる区間賞ということで、 まあ本当にここで流れを作るんだっていうね、こう気迫をね、感じましたよね。まあちょっとあの、本メンバーではない村松優さんとかね、今回走らなかったりとか、いろいろね、あったと思うんですよね。まあその中でもですね、やっぱ序盤から流れを作ってしっかり上位に行きたいっていうね、まあ駅伝をきちっとやっていったのかなっていうふうに思います。まあ村松さんも今季ね、まあ自己ベスト更新しているわけではなかったりとか、そこまでね、調子がね、万全ということではなかったと思うんですけども、 米沢、ね、さんとか、保坂さんとかね、まあ、実力者がいる中ね、きっちり区間賞取ってくる。しかも自分で引っ張ってというところ素晴らしかったのかなと思います。そして、大田さんですね、ここすごかったですね。後ろからね、力丸さん、名治大学来て、抜かれ、 ましたが最後ででですすねねラストストトパートで切り替えてです、ね、やっぱりね、1500も強い選手だったので、ここで1位になった、ね、しっかりまた盛り返したというところ素晴らしかったですよね。12分55の区間賞ということでした。そしてね、3区ですね、ちょっとやっぱ1年生というところもあってね、区間14位ということではありましたが、まあ、なんとか2位で粘って新田さんもですね、はい。 区間14、19分29というところで、まあ、ここでね、しっかりね、あの、やっぱ粘り切ってというところが、なんとか良かったのかなと。もちろんですね、本当はもっと上の順位とかもね、狙っていったと思いますし、区間は2桁ということなので、まだまだね、上の順位も狙っていきたかったとは思うんですけれども、まあ2位をしっかりキープして、そしてですね、復活の中地さんですね、ここも良かったですよね。まあ、区間2、えー、区間1、区間賞か、区間賞で2位と。 いう通過でありながら、ま戦、あ、闘との差を13秒まで詰めていきました。永瀬さんもですね。去年はね試合に出れずでして。去年その前か去年は試合に出れず、その前がですね。あの長い距離ですね。ご9 2キ m を務めていて。 で、今期はですね、16分、シーズンベストで言うと、16分15分ということで、ほぼ自己記録のところまでね、走ってきていて、まあ、あの、1位にはならなかったんですけれども、区間賞ということで、素晴らしかったですよね。13秒差までね、詰めてきました。そしてですね、今季はね、1万メートルでね、日本委員会に入賞していたりとか、川崎義駅伝でもね、区間賞を取っている福永選手ですね。まあ、県年はね、走れなかったところではあったんですが、最長区間ですね、まあ、エースが集うね、9.2キロ区間。 しっかりですね、30分半ばでね、まとめていくか長いというところでしたね。まあ、あの、去年まではね、左インカさんというですね、まあ、絶対的な長い距離を行けるね、エースがいて、まあ、その後どうなるのかなと思いましたけれども、福永さんみたいな存在が出てきたというところはね、やっぱ、立命館にとってもですね、プラスになってきますし、来年以降も楽しみなのかなと。そして、小林さんですね、ガっツありましたね。まあ、序盤ですね、まあ、野田さんにね、しっかりね、追いついていて、 でその後もですね、まあ、後ろにつくのではなくね、前に出て、まあ、前をね、やっぱ優勝を追っていくんだっていうところでね、どんどん追っていって、で、野田さんですね、まあ、最後競り合いで負けてしまいましたけれども、区間2位というところ、素晴らしかったのかなと思いますね。まあ、唯一4年生ということでして、で、やっぱね、あの上位を狙っていっての最後のね、やっぱ攻めの走りというところはね、まあ、後輩にも伝わるものがあるんじゃないかなというところで、まあ、3位にね、 あのなってしまいましたけれども、いい走りしてくれたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、来年以降ですね、まあ、小林さんみたいな選手もね、また出てきてほしいですし、まあ、村松優さんとかね、まだまだね、強いメンバーも揃っていますので、これもまたね、立命館大学もまた楽しみなんじゃないかなと思っています。では4位ですね、見ていきたいと思います。4位はですね、城西大学ということで、城西ですね、城西。 上最大ですね。まあ、彼女こそなかったもののですね。まあ、えっと、一区の六位、白木さんですね。まあ、ルーキー、大役をしっかり果たしていて。 で,で、田代さんですね、2区14位。そして金子さんですね、静岡、半和市立高校出身。まあ、金子さんもですね、今季まだね、15分台とか出せてないんですけれども、ここでですね、うまく流れを作っていき、ルーキーの石川さんだったりとか、まあ、あの、病気のところもあったりしてね、あの、なかなか苦しんだところもありましたけど、高橋さんがですね、5区、ね、5位ということで、まあ、中盤以降良かったらですね、安定していく区間5番以内ということで、 まあ、序盤の白木さんもですね、ま、あの、1区っていう大役をね、きちっと作ってね、ある程度ね、流れを作っていきながら、やっぱね、浜市立出身、まあ、金子さんですね、まあ、静岡、同じ静岡出身ということで、非常に良かったんじゃないかな、というふうに思ってます。3区、4位。で、石川さんも1年生ながらね、区間2位ということで、まあ、同じ1年生の津田野さんにもね、勝っていますし、ここをね、中盤からよくこうね、追い上げていったなと。で、高橋さんもですね、まあ、あのね、早々たるメンバーいる中ですね、ま、あ0位こそ落ちてしまいましたけども、やっぱね、まあ、メンツがメンツだ。 だったのでね、ちょっと仕方ない部分もあるかと思うんですが30分22ということでタイムも、ね、いいんじゃないかなということで,で金子さんが最後ですね5位から4位にジャンプアップしてということで、まあ、関,関東の、ね、女子駅伝に関してはですね、まあ、区間3倍以内とかはねあと金子さんだけだったんですけれどもここそこからですねやっぱ1段階上がってきての今回の順位ということで、まあ、女性大学もです、ね、3年生以下というところではあってでちょっとですね 1>, あのまあ、1年生もね、力をつけてきているということなので、非常にこれも楽しみなのかなというふうに思っております。はい。ま,あ、まだまだですね、あの1年生ということで、白木さんだったりとか、石川さんだったりとかは、今後ね、ぜひ伸びてきてほしいなというふうに思っております。はい。まあ、4区、2位の石川さんとか、6区、3位の金子さん、まだね、1、2年生ということですので、ぜひぜひ、この後も頑張ってほしいなというふうに思います。はい。では最後ですね、日本体育大学を見ていきたいと思います。 日本体育大学ですね。日本大学大学ですね。序盤で保坂さんです。ちょっと転倒がね、あったというところではありましたが、落ち着いて立て直して、1区4位というところでした。そして小方さんが2区5位ということで、ちょっと、ね、序盤ですね、小形さん、ね、保坂さん、ここでですね、まあもうちょっとね、区間3番とか、あの、全体の通過順位としてはね、3位とか2位とか、このあたりですね、を狙っていきたかったのかなというところでありましたが、ちょっとここでですね、うまく、 まあ、はばりきらずというところではありましたが、やっぱ島田さんですね。島田さん去年の富士山女子駅伝ではですね、追い上げ見て区間賞をね、取っている選手でしたけれども、ここでね、なんとかね、順位を一つ上げていって、 で、区間4位ということで3番に入ってきて、さあ、こっからというようなところでしたね。で、斉藤美恵さんですね。まあ、静岡出身 3000m 障害強い選手ですけども、ここでね、もうちょっとね、追い上げたかったのかなというところですよね、まあ。区間4番とか5番とか、この辺りでね、きちっと繋いで、まあ、大エース山崎伊佐さ,さんにね繋いでいけたら、もう少しね、面白い展開だったのかなというところではあるんですが、まあ、斉藤さんもですね、今季は、 あの、ま、関東女子駅でもね、6位3位とか、まあ、3勝とね、しっかりこう、両立していきながらというところではあったのかなと思いつつ、まあ、去年のですね、森の都は2区務めていて、3番ということだったので、ぜひね、来年度、もう区間3番とか区間賞とか狙っていける選手にもね、なってほしいなというふうに思いますね。はい。で、山崎さんがですね、5区9 2キロ2位ということでしたね。ま、あそこの展開ですね、前がね、ワンジルさんだったので、非常にやりにくかったと思うんですよね、前のね。 あの選手早いというかペース変動もあってでまあ単独走に近いねところでもあったんですけどもその中で、ね、29分台ね5位から4位に上げてきたというところで非常にやっぱ力あるなということですよね、まあ、今期ね一年間通してですねまあ、トラックでもそうですし、まあ、いろんな場面で引っ張ってきたと。 ということで、まあ、あの、優勝を狙っていたと思いますしね、名城に勝ちたいっていうところ、去年からね、言っているので、悔しかったとは思うんですけども、まあ、29分でね、長い距離走ったというところをね、来年につなげていってほしいなというところです。そして、柳井さんですね、に関しては、まあ、26分10ということで、ここ10人落としてしまうというような展開でしたね。柳井さんもですね、日本委員会ではですね、まあ、5000メートル走ってきていて、まあ、チームのね、主力になっていっているというような状況ですので、ま、ぜひね、今回の悔しさをね、またバネにですね、一段 また上がっていってていなといしあ、はい、あの日体大もですねまあほんにこう優勝を狙ってのこの順位ということなので納得はねしてないと思いますけれどもまたねこう上のねチームもね強いですし簡単にはね いかないとはもちろん思います。思いますが、ま,あ、また優勝を狙ってですね、まさ、あ、かさん卒業してしまいますけれども、まあ1年生とかね、まだまだね、面白いメンバーもいますし、またパワーアップして帰ってきてほしいなというところでお伝えをしていきました。明治大学7連覇、凄まじかったなというところ。